押したか。Should I be worried? I'm not gonna get this demonetized, am I? Yeah, who am I kidding? It's probably already demonetized, even though it's not even out. Because I don't like actually monetizing my videos, but you know, titles. I rely almost entirely on Patreon, which is probably not such a good idea now that I think about it, given that I don't really have many patrons. It's really not enough to really do anything with it. Hey, this is amazing.東京でもこんなに派手な店は見たことないよ。そりゃもうここが何もナンバーワンの店ですさかい。蒼天堀来てグランドへ寄らんやなんてタコなしのたこ焼きみたいなもんですわ。いや先生には遠路はるばるお越しいただいたんやから今日はたっぷり楽しんでもらわんと。ささ行きましょう。でもさ、本当に大丈夫なの？こっちってこれも多いって話じゃない？そないなことありまへんって。もう先生何べん言うたら信じてくれはるんですか。でも蒼天堀って言ったらあの近江連合のお膝元でしょ。町ごとヤクザの巣窟みたいなもんだろ。まあましてやこの手の店なんてもう。あそこの席、あれ絶対ヤクザだよ。やっぱり私帰るよ。大丈夫ですって。ほんまに物騒な店も確かにありますけど、この店に限っては絶対安心。折り紙付きです。ああ、あれは確かにヤーさんやけど、この店じゃおとなしゅうしてますよ。妙にこの店の肩を持つね。まあまあ細かい話は抜きにして、ささ、うん、まずは座って一杯やりましょうね。えほらさあ。でもね、こんばんは。失礼します。失礼します。こんばんは。どうです、女の子も粒揃いですやろ。このお方はな、東京のでっかい会社のお偉いさんやで。ほら君らも顔売っとき。やっぱり偉いさんなんや。なんか貫禄ある思った。東京から来はったんですか。かっこええですね。こっちにはよう来はるんですか。いや、今回はたまたま出張でね。ここもこの人に無理やりね。そう、せやから君らがたっぷりサービスしてくれんと私の面目丸つぶれ。頼むで。なんや、責任重大やわ。じゃあまずはお飲み物からやね。何言っちゃいます。どれ。シャンパンで10万か。やっぱり結構するもんだね。そしたらまずシャンパンいっときましょうか。おいおい、大丈夫か。10万だぞ。大丈夫大丈夫、先生はもうお金のことなんて気にせんと存分に楽しんでください。シャンパンね。ありがとうございます。でも
一本でええんですか。え、せやねん、東京の偉いさんもおるのに一本やと足りひんのとちゃいます。大阪の人間がケチや思われますよ。ちょっと君ら。うんうん、なるほど、確かにその通りや。よっしゃ、ここは潔く一人一本いっとこか。ほな四本やね。お前らの分もかい。ねえわええわ、四本いっとれ。さすが男前、お願いします。すごい。うまいな、もう一杯や。にぎやかでいい店じゃないか。でも前にこっち来た時は全然知らなかったよ。ああ、この店が有名になったんはつい最近なんですよ。そうなのか。ええ、少し前に支配人が変わってそこから急に。ふん、支配人くらいでそんなに変わるもんかね。それが引き抜きから何からちょっと大声では言えんようなことまで随分派手にやったみたいで、箱のデカさだけが取り柄やったこの店をあっちゅう間にトップにのし上げてもうたんです。ほう、随分のやり手みたいだね。そう、うちの支配に夜の世界では知らん人がおらんちゅうくらいの有名人なんですよ。そうなのかい。うん、そりゃいっぺんお目にかかってみたいもんだね。ふん、ちょっともう、ええ加減にして。こっちは金払っとんねやぞ、ちょっと触るくらいいいやろ。お前もまんざらやないんやろ。なわけあるか。もう、すっごい。ほら、ここや、ここ。お客様、当店はお触り禁止です。どうか、その辺で。かわいやっちゃな、お客は大概にせんと。大概にせんかったら何やってんのこれ。こっちは金払っとんのやぞ、ガタガタ抜かすね。このボケ。おいおい、全然大丈夫じゃないじゃないか。逃げよう。ああ、この店で暴れるやなんて。まあ大丈夫、すぐ収まりますよ。だからなんでそんなこと言い切れるんだ。出てくるからですよ、彼が。 Wait, I'm the manager, aren't I? Oh, I guess not. Wait, is this who I think it is? I've heard of this guy before. I want to know more about this guy. 彼ってあの男か。あれはただのケツ持ちだろ。お客様。ん？本日はお越しいただきありがとうございます。何やお前、ケツ持ちちゃうんか。よく間違われます。ですが違います。せやったら何やねん。悪い、申し遅れました。私、当店支配人の真島と申します。お前が支配人やと、うん、え、あれが例のこの店はヤクザが仕切っとんのかい。お見苦しくて申し訳ございません。こう見えても堅気です。それよりもお客様、恐れ入りますが当店でのお触りや暴力行為はどうかご遠慮願います。気に食わんちゅうんやったら力ずくで来てみろや。その面こき落としけ。そういうわけには参りません。お客様は神様ですから。ほう、そらええ心がけやないか。
お前さんのその心構え気に入ったわ。こいつはおごりや。たーんと飲み。どうや、神様からのお恵みは。ありがとうございます。私はこの酒を一度浴びるように飲んでみたかったのですが、おかげさまで夢が叶いました。やめとけよ。お客様、重ねてお願い申し上げます。そろそろお引き取り願えませんでしょうか。もしこれ以上営業妨害されますと。来たら何やっちゃねえ。しゃあないの。ああ、一丁景気いいのやれや。Maybe he's fighting style, but in terms of personality, he's amazing. 僭越ながらお相手いたしましょう。ただし、私からは一切手出しはいたしません。何しろ、お客様は神様ですから。まだそんなこと抜かすか。なめおって。さあ、ショータイム。Wait, did they just change characters? What the customer status? First level of management. The customer is key. Well, that was easy. The second level of management. The customer is key. Even in the worst of times, you must never forget to provide only the finest service possible. Patience shall be rewarded, as now it is time to show all your customers the ultimate in hospitality. おしぼりはいかがですか。This is Kurosensei's level of just flexing. ですので、こちらはお預かりいたします。ありがとうございます支配人。 That's amazing。 なぜこの野郎、警察に突き出してやる。さばけろ君。お静かに。こちらのお客様はご覧の通り、店内での違反行為を繰り返し、皆様へご迷惑をおかけしました。本来ならば、このまま警察へ出頭していただくべきだと存じます。ですが、どうかそれはご容赦願えませんでしょうか。え、なんだそんな。こちらのお客様、このまま警察へ突き出されれば、これまで築かれた社会的地位を失うことになりましょう。一時の気の迷いに対する報いとしてはあまりに酷ではないでしょうか。
そこでお客様に一つお願いがございます。俺に？はい、夜の世界の流儀として酒の席での失態は酒で注いでいただきたいのです。今日この場のお題すべてお客様がご馳走してはくださらないでしょうか。蒼天製薬営業本部長様ともなれば年間接待費は億をくだらないはず。あ、それ俺の。いつの間に。お客様を犯罪者にしたくない。ですが他の皆様にも変わらずこの場を楽しんでいただきたい。全てはこの私のわがままです。どうか私のわがままを聞き入れてはくださいませんでしょうか。わかった。皆さんがそれでええ言うてくれるんならこの場のお題全部俺が持たせてもらう。それで許したってくれんやろか。ありがとうございます。こちらのお客様はこうおっしゃってくださいました。皆様いかがでしょうか。I mean, they just earned a full night's free everything, so I don't think anyone can refute that. どうぞお楽しみください。あれがここの支配人。はい。なるほどな。この店がナンバーワンになった理由が分かった気がするよ。いや、彼を見るとみんなそう言います。キャバレーグランドの支配人マジマゴロ。That's some charisma, huh? 蒼天堀の夜の帝王っちゅうやつですわ。That's amazing. They look like they know each other. Interesting. 支配人、先ほどはありがとうございました。いつもすみません。フロアどうや？落ち着いたか？はい、あらかた元の通りに。ただで飲めると分かって注文がひっきりなしですよ。そうか、あいつだけが。いえ、突き飛ばされた斧のやつもこれといって。マキちゃんにはボーナス弾んだれよ。父もまるで何もなしじゃ、モチベーションガタ打ちや。はい、それは先んじて伝えておきました。ならええわ。あの暴れてたドアホ一応見張っときや。
名刺は押さえちゃるが、とんずらこかんとも限らんからな。そちらの方もすでに手配しています。よっしゃ。スタッフは最近どんな塩梅や？おおむね問題はないのですが。何や、うん、先月入ったかなえちゃんなんですけど、ちょっと他の子、特に桜子ちゃんとうまくいってないみたいで。またその手の話かいな。女っちはほんまめんどくさいの。私からも話はしてみたんですが、なかなか。あったあった、俺からも話しとく。すみません、お手数ですがお願いします。失礼します。Algo así dejaron nada, no quería saber, wey. Yo just probably didn't interesa. So I really did just casually change characters. And now there's a line telephone. Well, I guess a line telephone would be normal at this era anyway. But I have no idea how much time has passed. And that bothers me a bit. Do I still get to play as Kiryu? Does he just F off or something? I don't know.Going down? Hey, Kotami. Hey, Kotami. sorry about that. What can I do for you? Can you call Kanai for me? I need to talk to her. Yes, sir. Of course.He seems troubled. What's he still spacing out on the road? Hi, sir. Nice work out there tonight. Thanks, Kanai-chan. So, wanted to talk to me?She was looking harsh with Sakurako. What do I start? Fugiharu. Yeah, you're really smoking tonight, babe. I thought some new idol singer wanted to. Oh, yeah. What kind of letter did you get anybody but paying customers anyway, babe? That's right. Then I take it back. Well, so it was just flattery, huh?You won't lose. Oh, come on. You know I can't tell a lie. Here, I'll buy you a dinner sometime soon. You forgive me? Really? Hey, look, yes, sir. This is it. And to get to the point. It's been about a month since you came on here, yeah? How's it going? Think you can make a real go of it at the Grand? Oh, I think so.The hall's much bigger than the last club I worked at, so it was pretty daunting at first, but I'm totally used to it now. And more customers are coming here specifically to see me. Oh yeah, that's great to hear. Not surprising for the number one girl from one of the oldest cabarets in the Kita area. Guess I was imagining things then. What do you mean? Oh, see, the one month...Well, it's actually when I see that most girls up and leave. I was a little worried you might be getting engaged too. Oh, have no fear of that. I wouldn't dream of quitting you. But how Sakurako's been trying to get the same seniority card on me? Well, I don't even notice it. Now, dear hug, this is pretty serious. No, don't be like that.Sakurako's out here. She looks after the other girls too. Most love that about her. Try to get along, yeah? No, I hate mousy types like that. And she's got the whole entourage. But whatever, soon I'll have my own clique and I won't have to deal with them. She doesn't realize she's getting richer. Nancy's adored this one. She's even giving me a little attitude.
Chan. You got a lantern right there, home. Doesn't matter how good you are at your job or how popular you get. Keep smoking your sinners like that and you'll wake up one day with nothing but enemies here. Fine by me. More like I do this job to make friends with the other girls. Really? That the best you can do? I'm disappointed. I doubt you'll be around here long enough to make those enemies then. Wait, what's that supposed to mean? Is there a problem with my work? Maybe. She's the competitive type. Put her right on the hook and she'll break the bait. Look, I ain't asking you to be friends with Sakurako-chan. In fact, you two make much better rivals. Rivals? Yeah. You're not the kind that shanks the other in the back. Compete, push each other to get better. You bring up all the other girls with you. Right now, you're just tripping over each other, and that makes it harder for everyone around you to step up. Customers might love a girl like that, but I got no use for them here. The grand needs girls who are popular with the guys and the girls. The guys and the girls. Thing is, I know you could be that girl, Kanachan. That's the only reason I'm coming down on you about it like this. You really think? I'm sorry, sir. I was acting like a spoiled brat. I'll work on being that girl. On being more conservative. Please, give me the chance. There, see? You do get it. I knew you were a keeper, kid. And I hope you'll keep helping me improve when I need it. Oh, things can go well in the end. Finally. Took long enough. Wait. What was that waiter's deal? And have him something out on me like that. Better go have a chat. Yeah, probably a good point. There he is. Quite a long face. Need to use the facilities. Sir. No, I got a letter from my little sister back home. Yeah? And what's the word? That my father's sick, unfortunately. The doc says he needs to be hospitalized, but the procedure. They wanna do runs 500 grand. Like, I ain't got that kind of cash. Sorry to hear. You try asking the floor manager for an advance. Another emergency I went back already forced me to ask for one. I'm afraid if I ask again, I'll keep coming, especially for so much. You're in the habit of breaking mirrors, kid. Here, I'll spot you. What? But, sir, I can't. Don't sweat it. You can always replace money. Same can't be said about people. Once they're gone, that's it. Sir. As I recall, you ain't been back home in a while, yeah? Take a few days off to go visit your pops. Thank you, sir. Oh, that's nice. The only thing that matters right now is keeping this place running smooth. And throw as much money as I need. Just like that's it for my staff troubles. So what time I checked in on the hall. Sir? There's a problem. What now? One of the customers is placing insane orders now that he knows he isn't banking. He went down the line for top vintage wines to start, then started in on our best whiskeys and brandies. He's already racked up about 4 million worth. Start at the prices and work your way down the list, huh? The real class that's come out in times like this. Indeed. I fear we should stop doing some. Where's the ad? Show me. Right this way. Oi! まだ頼んだの来ねえのかよ。あれです。どうしました？なんでもあらへん。お楽しみのところ失礼いたします。なんだ
やっと持ってきた。うん。That's a different way. おお。あんたは艦隊の支配人さんじゃねえか。酒は人の金で飲むに限るよな、まったく。お客様、ちょっとお話があるのですが、ご足労願えませんでしょうか。なんだよ、人が気持ちよく飲んでんのに。お時間は取らせません。どうか。しょうがねえな。うん。他ならぬ支配人さんのお願いだ。さて、ちょっくら行ってくるよ。あの支配人。この方は俺が相手する。お前は仕事に戻れ。はい、わかりました。さあ、参りましょう。はいよ。繁盛してるじゃねえか。ついこの前まで閑古鳥が鳴いてたってのにさ。変われば変わるもんだ。何しに来たんや、佐賀。そうじゃけんにすんなよ、マジマちゃん。ちょいとお前さんの働きぶりを確認しにな。これも仕事だ。まあただで飲めるとは思ってなかったけどな。来るならちょっとは行儀をしてくれんか。客が減るっちゅう。おお、そいつはすまなかったな。ついはしゃいじまったよ。さっきもご活躍だったらしいじゃない。さすがは真島五郎、蒼天堀の夜の帝王だ。 And who are you? 客との喧嘩を見せ物に仕立てて、ついでに飲み代まで取り上げちまうなんてよ、なかなか気が利いてるな。やっぱりお前仇が向いてるって、自分でそうは思わねえの。アホ抜かせ。誰がこんなこと好きでやるかっちゅう。そりゃお前、今の立場のありがたみってのが分かってねえよ。金も地位も名誉もある。ところや女だって随分寄ってくるだろ。そんなことは望んでないってか。皮肉なもんだ。そんな誰もが羨む立場を得たお前だけがただ一人この町で別の何かを求めてる。いや、幸せってやつはいちいち意地悪にできてるらしい。今日は随分おしゃべりやないか。しけた面のお前を見てたらなんとなくな。でもまあこの現状をお前が気に入らないのは当然だ。これはお前への罰なんだからな。おう、楽しまれちゃ俺も島野の兄弟もちっと困る。そろそろ本題に入ってくれまへんか。俺はいつになったら極道に戻れるんだ、オーナー。何度目だろうな、そのセリフ。どうしてそんなに極道に戻りたいのかね、俺にはわからないよ。あんたに分かってもらう必要はない。今月の売り上げ、この調子なら来月にはノルマの1億達成するで。おお、そりゃすごい。とぼけんな。達成したら島野の親父に俺が極道に戻れるよう口利きする。約束忘れてへんやろな。
さあ、そんな約束したっけかな。この件で冗談は通じひんぞ。ダメだ。あと5億稼げ。そうしたら口聞いてやるよ。おのれ。なんだ、殴らねえのか。まあやれるわけないけどな。そんなことしたらお前はあの暗い場所に逆戻りだ。それは嫌だろうからな。これがお前の戻りたがってる世界のやり方だよ。ヤクザがお前みたいな金づる簡単に手放すわけがないだろう。どうだ、やっぱり仇の方がいいんじゃないか。上等や。5億やろうが何やろうが何ぼでも稼いだろ。極道に戻るためやったら俺は何でもやったるわ。ほう、何でも。ああそうや、それが殺しでも。どうした、極道に戻れるとしたらお前は人殺せるの。冗談だよ。いや、意地悪言ってすまなかったな。極道ならいずれそういう山を踏むこともある。お前にそれが分かってるのかちょっと聞いてみたかっただけだから、引き続きよろしく頼むよ支配人。あ、そうだ、一つ忘れてた。ここのホステスにノリコっているだろう。それがどないした。そいつ明日から別の店でやらせることにしたから。即戦力が欲しくてさ、ノリコはここのナンバーワンなんだろ。おあつらえ向きかと思ってよ。本人にはもう伝えてあるからこっちの方がよろしくな。売り上げ落ちないように頑張るよ。なんせあと5億稼がなきゃなんねんだからな。Ooh, that's harsh. Excuse me. The owner, now Noriko-chan from tomorrow to the other side of the phone. Ah, I just heard it. Did you know? Why did this happen so suddenly? If Noriko-chan is gone, it will echo in the sales. I understand.せやけどオーナー様のご決定どうしようもあらへん。そうだったんですか。でもこれからどうすれば。ったく落ち込んどる暇もあらへんな。最近よそでイケ取るホステス言うたら誰や。よそですか。よその子でしたらそうですね、オデッセイののぞみちゃんがダントツでしょうね。オデッセイ自体がうちのライバルみたいなものですし。そうか、じゃあ一丁行ってくるかの。あの支配人、どちらへ。決まっとるやろ、のぞみをうちに引き抜く。ライバル店のナンバーワンを引き抜くってさすがにまずくないですか。そもそもそんなことどうやって。夜の世界は弱肉強食、ここでこけたらうちはあっちゅう間に崩れる。やらなしゃあない。店の方は任せたで。わかりました、どうかお気をつけて。Okay, then. I guess it's time to head back down.